皆さん、こんばんは。こちら、チャンネル桜北海道です。本日のキャスターを務めます、大泉太志と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日のキャスターを務めます、大沢元香と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい。そしてですね、今日はですね、はい、政府のですね、緊急事態宣言を受けまして、はい、小野寺雅さんに特別に出演いただくという、はいはい、バトンでお送りしたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。はい。はい、それでは本日のメニューを紹介いたします。今日は特別に本日発令される緊急事態宣言についてお伝えいたします。そして今日の特集です。今日の特集は土屋ホーム土屋構造創業者会長に本日2度目のご登場をいただきます。以上2本立てでお送りいたします。チャンネル桜北海道は道民による道民のためのインターネット放送です。常に皆様と共に歩んでまいりたいと思いますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。チャンネル桜北海道を支えてくださる方を募集しています。チャンネル桜北海道は大企業や組合、宗教団体などからは一切支援を受けておりません。北海道民、国民一人一人に支えられて日本の国益を根底にした番組を制作しています。他のテレビ局では報道されない北海道民、日本国民にとって本当に大切な情報を常に考えながらこれからも伝えてまいりますので、皆様のご理解とご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします。具体的なご支援の方法です。チャンネル桜北海道では100人委員会を立ち上げております。賛同者、広告主として毎月一口1万円の会費を頂戴しております。何口でも可能です。毎日月曜から金曜まで7秒間の CM をチャンネル桜北海道の番組内で毎月20回放送いたします。広告はご不要という方も大歓迎です。また月々のご支援以外にも単発でのご支援も受けたまわっております。ホームページにもご支援方法を載せておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。それでは早速始めてまいりたいと思います。小野寺さん、はい、よろしくお願いいたします。はい、突然です。すみません。なんかいつもの雰囲気と私ちょっと違うので戸惑っておりますが。はい、ということでですね、はい、まあ、その今日首相が夜ですね、緊急事態宣言の、まあ、会見を行うということで、はい、昨日からチャンネル桜北海道の方ではこの問題を取り上げて番組を作っておりまして、今日も私が若干この問題を説明するということで、まあ、急遽ここに出演しているわけですけれども、まずですね、この緊急事態宣言、今日どういう流れになるのか、まあ、簡単な流れですけれども、まず皆さんに知っていただきたいということで、こういうふうな流れになります。まず最初に、今日の午前中にはすでに政府の諮問委員会が開催をされております。この諮問委員会で何を話し合われたのかというと、実際に今の状況がインフルエンザ等を対策特措法に定められた緊急事態宣言の要件を満たしているのかということで、ここで緊急事態宣言を出していいのか悪いのかという判断をするんですけれども、まあ、出してもいいというように了承されたという報道がありましたので、これに基づいて政府は具体的な手続きに入ると、午後から入るということになっております。で、対象地域ですけれども、7都府県、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫および福岡というふうになっておりまして、まあ、対象の期間ですけれども5月6日までというふうになっておりますが、これはあくまでも今の段階では5月6日は予定なんだということを皆さんにご理解をいただきたいと思います。もし予定外にとんでもない素晴らしいその成果が出るんだとしたらですね、そこで見直しがかかるかもしれませんし、実は全然もっと大変な事態になったということは、まあ、想定としてありえるので、その場合は5月6日以上をこういうような措置が取られるというふうに考えていただきたいというふうに思います。あとですね、ここで皆さん勘違いしているのは、中国や、まあ、欧米等々で行われていた都市封鎖、いわゆるロックダウンですけれども、今回この措置は取らないという話になっております。これはですね、取らないではなくて実際には取れないと、それは憲法上も法律上もそういうような強い権限をその、まあ、行政に与えることができないということと、実際に書かれている文言を見ると公共交通機関等は止めないという根本的な姿勢があるということで、ロックダウンにはならないということをご理解いただきたいというふうに思います。で、この流れを受けて本日の夜、安倍首相が緊急事態宣言、これを、まあ、
出すというふうな話になっておりまして、この有効な期間ですけれども、今日ずっと言って、まあ、明日っていうんですか、今日の夜中の0時、夜中の0時からこれが有効になるというふうな流れになっているというのが、まあ、一連の流れです。はい、これ何かありますかね。いや、これ発令されて、はい、私たちの生活がどう変わるんですかね。これまずですね、はい、実際にはその指定されたエリアと指定されてないエリアっていうのがあって、はい、指定されたエリアでもですね、まあ大したそのまあ日常生活には影響はないんですけれども、指定されてないエリアの方たちに比べると、まあ、外出はまあ極力避けてほしいですとか、大きいコンサートですとかスポーツのようなまあそのイベント等々はやめてくれというように、多くのそのイベントをやる予定があったはずですが、それは大都市ばかりなので、それは全部まあストップしてくれということで止めるというような流れになっております。また実際にはまあそのエリアでまあ爆発的に患者が増えた時にですね、まあ医療機関が必要ですとか、まあその部屋を確保しなきゃいけないという時に、まあ民間の土地であっても知事の権限でその土地を一回その仮押さえさせられてですね、そこに医療機関が立ったりする、あと実際にはマスク等々の物流が困難な時はですね、持っている業者にこっち持ってけというようにですね指令を出せるというような状況になっていて、これは緊急事態宣言という名前ですけれども、まあ、今回の新型コロナウイルスをそのできるだけ抑え込むというためだけの緊急事態宣言ですので、その視点で考えていただきたいというふうに考えております。今回北海道は入ってないんですよね。北海道は入ってませんね。やはりその出されていたそのエリアを見ると、ええ、今後爆発的なその感染が広がるような懸念を持たれているところですとか、実際には東京ではすでにですね、まあ、医療崩壊が一部起こっているということで、そこの部分に対して日本の根幹を揺るがすというような事態なので、今回このような緊急事態宣言を、まあ、政府が出したというように考えております。で、昨日もですね、若干その討論会でこの問題を言ったんですけれども、はい、一つ、まあ、言い忘れていたというかですね、言わなかったことがあるんですけれども、はい、まあ、指定のされたエリアの方たちの、まあ、限定なんですけれども、北海道は関係ありません。これ何が起こるか、一番私これが切実なのかなと思ったのはですね、まあ、親族の方ですとか、まあお知り合いの方がお亡くなりになって葬式をするという段階なんですけれども、実際にですね、この画像を見ていただければ分かるんですけれども、実は埋葬火葬の特例というのがここのエリアでその決まります。これ何のことかというとですね、実はまあお亡くなりになったご遺体というのがあって、24時間ルールというものがありまして、24時間以内にまあご遺体を燃やしてはいけないと。それはもしかすると、まあ、生き返るかもしれないし、いろいろなそのまだ調べることがあるかもしれないと、事件に巻き込まれていろいろあるんです。その24時間ルールというのが撤廃をされるということです。つまり24時間以内でもお亡くなりになったらすぐ火葬しなければいけない等々のですね、制限が加わると。さらに、まあ、そのすごい親しい方に最後にお花をとか、まあ肌に触れる等々はですね、一切できなくなります。つまり、お葬式の時にご遺体がなくですね、まあご遺骨だけが来るというような状況にもなりかねないというふうに思って、まあなる可能性が非常に高いというふうに思ってますし、これはですね、まあ、その厚労大臣の方でこういうふうな死体ご遺体の取り扱いをするようにというようにですね、今までとは全く違う指示が出るので、まあ、葬式関係においてはですね、相当今まで我々の価値観と違うことが起こると。さらにその遺体のご遺体のその保存の方法なんですけれども、多分爆発的なそのまあ感染が広がった時にですね、まあ東京もそうですけれども、多くの大都市でですね、そのご遺体の処理が間に合わなくなると。で、新型コロナ以外にですね、毎日東京では300人の方がお亡くなりになっているんですが、それ以上に増えてしまうと、まあ火葬場の方でそれが間に合わなくなると。で、どうするのかというと、そのまあ冷凍保存をするような倉庫だとか、そういうものを、まあ、その行政が、まあ、そこで差し押さえというか、まあ、押さえてしまって、そこにご遺体を並べると
というようなその処理できるまで、まあ、保管するというような状況にもなるので、そういう場合はご遺体がないお葬式になる可能性も非常に高いと。でニューヨークでは実際には本当にご遺体の置く場所がなくてですね、アイススケート場を今、使ったりですとか、まあ、いろいろなことをやっていることが日本でも起こり始める可能性があると。で実際には東京ではそれぐらい逼迫した状況なんだということで、これは皆さんにご理解いただきたいということで今日ここで、説明をさせてもらうために来たんですけれども、ありますかね。あります。はい、それから我々がこう今、まあ、北海道は今ここから外れてますけども、はい、私たちが日頃どういうことをしたらいいのかなとかですね、はい、何に気をつけたらいいのかっていうのをちょっと教えていただきたいなと、はい、自分が感染したことがわからないで、完治をしてしまう人がいると。で、この方たちが広める、さらに広がった相手がご高齢の方ですとか持病を持っている方というのは極端に死亡率が高くなってしまうので、まずは自分がうつらないようにすると。でもしかしたらうつってるかもしれないので、そのために、まあ、その咳だとかした時に自分のウイルスが広がらないようにマスクをする等々ですね、自分が感染者にならない、もしなった時には広がらないというような思考回路で行動してもらいたいというふうに思いますし、今一番問題になっているのは食料の買い占め、はい、これがですね、各地で始まっておりますけれども、実際にそれをやってしまうと本当にトイレットペーパーが足りないというような話ではなくですね、生きるか死ぬかの人が出てきてしまうということで、まあ、過度な食料の買い占めというのはですね、ぜひ控えていただきたいと。これだけでも日本はパニックになってしまって、指定された地域以外のですね、地域も別の意味で大変な事態に陥ってしまうということ で、くれぐれもそういうような軽率な行動は取らないようにということでお願いをしたいと。この2つは特に皆さんにお願いをしたいことですね。はい、そうですね、はい、いや、これ日本全国ではなくて世界規模ですからね、はい、ですから食料なんか本当にちょっと心配になるところなんですけども、はい、私も知り合いのお米屋さんに、はい、お米頼んだんですけども、はい、ちょっといつも2ヶ月分頼んだんですけども、はい、でもやっぱりそれ以上どうしようもないですよね。いや、そうですね、まあ、うん、結局はトイレットペーパーの時もそうだったんですけれども、はい、余っているものが皆さんが過度に買うとですね、あれだけ その品薄になってしまうということを考えると、食料なんていうものは本当に買い占めたらそれでどうするんだと、まあ、生産も間に合いませんし大変なことになるので、これだけはくれぐれも軽率な行動を取ってほしくないというふうに思っております。はい、もとこさんどうですか。やっぱり私が一番気になるのは医療崩壊の部分ですよね、はいはい、今、まあ、もちろんね、コロナに関してということもあるんですけど、本当に例えばがんだったりとか、うん、いろいろなこういうそういう人たちが実際に見てもらうことができない現状があったりとか、はいはい、まあ、この医療崩壊というのがもうどこまでこう進んでいってしまうのかなとか、はい、もうそういったところは本当に非常に気になるところではありますけれども、はい、まあ、その通り、おっしゃる通りでですね、実際に医療崩壊が起こるということは、その新型コロナウイルスに感染をした方の中で、あなたはもう受けられませんということで、実際には治療も受けられないでお亡くなりになる方がいるという反面ですね、まあ、別の視点で言うと、まあ、病院機能がいっぱいになってしまって外来を受けないという病院も出てきますし、実際には混乱をした中で医療従事者が、まあ、新型コロナに今感染をしてしまって、その医療機関自体が、まあ、実際には何の機能も果たさなくなるという問題もありますし、まあ、血友病の患者さんの方ですとか、実際には手術をしてですね、まあ、治療が必要だという方たちに、まあ、十分な治療も、まあ、与えられないということでお亡くなりになる方もいると。さらに交通事故等で、まあ、その怪我をして普通だったら何の問題もない怪我にそのなってしまった人が実際にはそれでお亡くなりになる等々ですね、大きな被害がですねさらに広がってしまうということで、実際にはこの医療崩壊というものは非常に我々は注意をしなきゃいけないと。そのために我々は何をするかというとですね、実際に具合が悪くなったらすぐ病院に行くということはしないで、保健所ですとか医療機関に私はどうしたらいいでしょうと、
というような、まあ、その問い合わせをしていただきたいと。でもし問い合わせをして、まあ、どこどこに行って検査をしてくださいですとか、あ、まあ、診療をしてくださいというふうに言われた時には必ず手を洗ってですね、自分のついているウイルスをなるべく少なくしてマスクをつけて、そこのしかるべき機関に行っていただきたいというのも再度お願いをしたいというふうに思います。自分がその感染を広げないという視点でですね、まあ、かかったかもしれないという方は、まあ、行動してもらいたいというふうに思ってますね。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、あと最後にですね、はい、私すごい気になるのはですね、はい、まあ、札幌だとススキノっていうのがあるじゃないですか、はい、で、これ営業していいものなのか、はい、我々もなんかやっててもちょっと行きづらかったりですね、お店の方も来てくれとはちょっとなかなか言いづらい環境なので、これどう考えたらいいのかなと思ってですね、これですね、多くの方たちが勘違いをしているのは分かりません、はい、分かりませんけれども、まあ、2、3ヶ月ぐらいしたら、まあ、元の生活に戻るんだろうというふうに思っている方もたくさんいると思いますが、まあ、1年経っても戻らない可能性はあります。で今までよりももっとひどい状況に陥ってもっとひどいその規制がかかるという可能性もある中で、まあ、指定のされたエリアは何が起こるかというと、政府の方でもですね、今日昨日の段階でも、まあ、明言をしているんですけれども、夜の歓楽街というものに、まあ、行く人がたくさんいると。でその行った人たちの中で罹患する比率が非常に高いということになっているので、夜はなるべく出歩かないでくださいと。で実際にはそのためには警察も出動をして、まあ、その警戒態勢に入るかもしれないというふうに、これは指定、なので、まあ、札幌とかは関係ないんですけれども、はい、そういうような話があるだとしたらですね、なるべくその夜 そういう商売をされている方に対してはですね、非常にその心苦しいんですけれども、なるべく夜は出歩かないでほしいというのが、まあ、政府の考えで、これは、まあ、その人たちの、まあ、夜の人たちの商売というものを守らなければいけないという反面ですね、実際にはそうすると、まあ、コロナを抑えるどころか拡散をしてしまって全てが台無しになるというようなことになるので、なるべく夜は出歩かないでほしいと。ただそのために政府は、まあ、緊急経済対策というものを行って、はい、無利子の制度の、まあ、融資をしたりですね、まあ、所得税を、まあ、減免する、まあ、とは免除するというような人たちもいたり、まあ、その社会保険 その、まあ、免除ですとか、まあ、先送り、そのお金を先送りして払うようにできるというようなシステムですね、いろいろ考えてその人たちにも、まあ、どうにかその行政の手を与えようとしているのでですね、まあ、そういう商売をしている方たちには非常に心苦しいんですけれども、夜はなるべく出歩かないようにということでお願いをしたいというふうに思っております。ありがとうございます、はい、まあ、これは歓楽街だけじゃなくて、さまざまな業種が、はい、そうですね、もう直撃してますのでね、はい、ですから本当にそういう対策ぜひ期待したいかなと思います。はい、はいはいはい、どうもありがとうございました。言い残すことはないですか？大丈夫です、はいはい、ありがとうございました。はい、以上、緊急事態宣言について小野寺さんにお話を伺いました。続いては特集です。今日の特集です、はい、北海道でですね、まあ、全国っていうんですかね、はい、超、メジャーなですね、土屋ホームの創業者会長であります、はい、土屋光三会長に今日はお越しいただきました。2度目のご出演ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お世話になります。はい、
今日はですね、前回は、土屋ホームのことについて、はい、お話をいただきましたけども、今回はですね、また土屋会長が新たに始めた、これ生涯かけてやられてる、はい、活動だと思うんですが、そのことについて今日はお話を伺いたいと思うんですが、まずその前にですね、土屋会長、今のこの、コロナの影響でですね、はい、北海道の、状況も、あまりよろしくないんですけども、はい、土屋会長から見て、そのコロナとか経済とか云々別として、今の状況どう難しいってらっしゃるのかなと思って、人生ですね、まさかの坂っていうのがあるんですよね、でそれがまさしくね、今ね訪れたっていうようなことでね、その時にねどうするかっていうのは、よく言われることですけどね、益と不益ですね、で一つは不益、変わらないですね、やっぱりね人生として、人間として、ないしはですね経営としてっていうね、これをねもう一度ね原点に戻って再確認するということなんですね、それからもう一つのその駅の方ですね、これは流行っていうか変化するわけですよ。ですからそれはねやっぱりそのね内容に基づいてですね、我々がねやっぱりそれに対応していわゆる変えていかなければならないんですね、そういうようなことですね、その変えていく中身でですね、私の場合なんかはね特に今回コロナでね16本ぐらいのね外部のねスケジュールが全部キャンセルになったというかね伸びたと、それでね新しいことをね一つ始めたんですよ。まだねこれ練習中ですからね、できませんけどね、まずフェイスブックをね、できないと、もう私79、80ですからね、もうそんな新しいの全然入らないんですけどね、そういうこととですね、それからこの初めて最近投稿を結構なさっていて、どうされたのかなと気にはなってはいたんですけれども、チャレンジすごいですね。そうだったんですね。それとね、こう言われるズームでですね会議ということでね、実は今日も会議でですね、初めて参加してみたんですけどね、なかなかね新しいことは難しいですけど、そういうことをチャレンジするということと、もう一つはね、普段ねやはり急がないけれども人生で大事なことだとかね、問題をねこう引き伸ばしてたようなことをね、この際もう一度ねしっかりね、そういうねことがね、ある意味でこういう時期やるべきことでないかなというふうに思っています。いや本当ですね、確かにその気をつけなきゃならないところもあるんですけども、それで自粛でね、どんどんね定めていくんじゃなくて、やっぱり心の部分はやっぱり前に向いてですね、住みたいなと思うんですよね。でこれやっぱりね、その今のねコロナの問題は、一つはその命の問題とね経済の問題、健康とね、商売の問題ですね、ですがそういう点でね、やっぱり最後はね確かにね、なんだかんだ言ってもお金がないとね、詰まってしまいますからね、この辺のね資金グリっていうかね、資金対応っていうのはね、それなりに自分のできる範囲内でね、しっかりね、私は創業以来ね無借金というより金借りなかったんですね。だから金なくてできることで今日までやってるんですけどね、それでもね私今もう一切土屋グループの役員でもないですし、会議も出てませんからね、私の代ぐらいの時ですけどね、いつも6ヶ月間のねスケジュール、資金繰りのスケジュールだけはもうピシッといつもこう考えてますからね。ですから私は6ヶ月間だから心配しないことになってるんですね、そういうようなね、ことと、やはりね日常のね動きをね、どういうふうにこう改善していくかっていうことをね、真剣にねやっていくということで、その中で今言うやっぱり会社と同時に自分の健康ですね、その辺はねそれなりにね、注意しているんですけども、なかなか言うは安吉のことはありますけどね。いやでも見直すのにはいい時期ですよ。そうですよね。ですから松下幸之助はね、高級よし不況さらによしということもまた言ってありますけどね、公共の時はね、なんせ前進め進めって従来通りね、わーっていけるんですよ、ですけどね、やっぱりこの時はね、一度その止まってね、全てをねチェックするいいチャンスと、私もいろいろチェックしてますよ。あ、そうですか。いやでも私今のお話を伺うと、今その一般社団法人を立ち上げられて、新しい活動を始めたんですけども、まさに今の時代に必要なことじゃないんですか。これはね、本当はね、私昭和48年にこのベース、基礎的なことをね考えて、土屋も作る前にね、理想を持ってねやろうと思ったんですが、時代というよりも自分の能力だとかね、いろんな背景が不十分でね、
でこの本当に考えに基づいて、まあ、土屋本部作ったわけですから、はいね、国を打ったことやずぶ引いたことやると怒られますけどね、まあ、それから始めてね、で今の働き方改革でね、まさしくね、まあ、これからの人生ね、世の中どうするかっていうことがね、ちょうど今ねこれがねフィットしてきたということですね。48年にお考えで、ね、考えたんですよ。もう46年ぐらい前になります。そうですね。すごい、それが今このような形に、なってきたんですね。で私はもう40数年やってるわけですよ、個人的にはね、はい、で土屋グループももうそれこそ40年以上毎朝ピシッとやってはいるんですよ。ああそうですか。すごいですね。いやこれ実はその 3KM って3つの K と M っていうですね、こういうことを土屋会長がずっと実践されてきてですね、これを社団法人にして今新たなチャレンジとして取り組まれているんです、はい、で今回は、まあ、その話を聞きたくて、はい、お伺いしたくてお越しいただきましたけども、これ 3KM っていうのは具体的にどういう、これはですね、はい、まあ言葉上はね、まあ、3つの K ですから、個人と家庭と会社、はい、全部頭文字 K ですね、はい、それの健康と経済と心ですから、健康と経済は今のコロナとも非常に ね類似しますけどね、うん、まあ、そういうことの M というのは目標とモチベーションとそのマネジメントですね、あ、まあ、そういうことの造語ですけどね、まあ、それで、まあ、自分の人生ということですね。特にね今ねこういうふうになってきてるのはね、皆さんね、うん、働き方改革でその働く方の形の、ね、中身についてはいろんな、まあ、コンサルタントだとかね、まあ、経済団体いろいろこう指導されてますよね、政府ね、はい、でこれもね一つだけ言いますとね、はい、まあ、これうちも多少やったんですけどね、まあ、これちょっと言うとちょっと誤解あるかもしれませんけどね、大体普通ね、まあ、事務系が多いですけどね、3割は全ての人の仕事全部表に出しますとね、3割余分なこと仕事してると、まあ、ダブってやってる、自分個人的にねと言われてるんです。これ全部ね棚卸ししないとなんですね。で私は昭和35年ですけども、まあ工場のね連合式というところですけどね、まあ、トヨタのジャストインタイムほどではないですけど、1分間にねベルトを何メーター流すかっていうことをね、 ZD 運動だとか TQC 活動だとかいろいろやりました。まあ、あったんですけどね、そういう点から言うとね、まあ、日本の事務系っていうのは本当に自由でね、生産性上げてないんですよ。ですからそれを上げるっていうことでね、仕事余分なことを、まあ、3割減らすと。それからね、これはヨーロッパのなんとかっていう学者ですけどね、これもデータ取ってるんですけどね、今日ね社員が会社行くときにね、はい、もう今日は会社行ってねこの提案をしようとか、これお客さんに褒められるとか、これ社長に認められてもらおうとかね、ワクワク感で行った場合ね、生産性はね3割上がるっていう。はね、そうするとね、これ極端な話ですけどね、これ社員に言うと問題もあるんですけどね、仕事を3割減らしてね、3割効率上がったら半分しかね倍仕事できるってことなんですよ、はい、ヨーロッパの大体その内勤はそれぐらいの生産性今上がってるんですね。そうですか。今日本の OECD で26、7番ですから最下位ですからね、それだよね、まあ、無駄があるっていうかね、まあ、自由にやってると、まあ、いうことが、まあ、一つなんですけども、それは私やってないんですよ、ね、社員に文句言われたら困るからやらないというそれはで私の考えてるのはね、今言う週休2日制になってね、はい、まあ1ヶ月45時間、まあ、1日例えば2時間残業したとしますね、はい、まあ、残業本当はない方がいいんですけどね、まあ10時間1日働いたとしますね、でその働いてる時間とそれから自由な時間といってもですね、睡眠6、7時間と食事のね、本当生きていくというための食事の間は1時間、夜1時間ちょっと外して、まあ1日9時間、これは一切関係なくね、遊んでても仕事しててもかかるわけですからね、はい、これを外して、1日9時間外して、10時間仕事をした時間と、あとは自由な時間ね、はい、これスマホやってようがね、いっぱい飲んでようが、パチンコやってようがね、自由な時間、はい、これの比率どれぐらいになると思いますか。その会社で拘束される10時間と自由な何でもね、上が社長なりね組織が指示できないね、その社員の自由な時間がどれぐらいだってますか。へえ、2、3時間ですか。それがね従来これね、1週間っていうね、週休2日制っていうのはね、まあ簡単に言うとね、1週間168時間ありますね、24日で7でね、で今言う睡眠と食事だけ外すと7時間いや7日間で9時間ね、9時間ちょっと多めにとっても7、9、63時間、
168から63引くと105時間残ります。で2時間残業するっていうことは週休5日制だと50時間働く、はいはい、50時働いたら残り55時間ですよ。働いてる時間より残業2時間したよりも自由な時間多いんですよ。それに21日の高給がプラスされたらね、正月休みでも。でその自由な時間を会社なりトップは指示できない。その自由な時間を自分なりにどういうふうに使うかによってその人の人生まりきり変わるわけですよ。なるほど、ね、これがもうこれからの生き方の、ね、最大のポイントなの。で普通の経営者ね、私もね100人くらい聞きましたけどね、98人くらいまで今大泉さんと言われてみんな考えてるんですよ。でもそう考えます。私も同じように考えてましたけれどもそれがね、私がね今ねやってるそのね、で昔からね、まあまああれですけど企業は人なりとかさ、うん、ね日本は資源ないからなんとかかんとかって言ってましたけどね、それをね働いたらまあ悪いみたいなもんですからね、今の意味はね、ですからそれを自分なりの価値観ね、いろんな過去偉い人だとか格言ことわざね、まあ、倫理でも道徳でもね宗教でもいろんないい教えはありますよ、はい、だけどそれはね上の人の話っていうのはね、それはヒントもあるしね、まあ、いろいろ勉強にはなるけどね、自分の人生にね落とし込んでないんですよ。うん、聞くだけなんですよ。だからこれダメね、変化ない。ですからそのいろんな教えは勉強しないとあんないんだけど、それをね自分なりにね個人とね家庭と、はい、会社の、ね、健康と経済と心の目標をねずっと自分で考える、うん、私が社員のこと言ったらダメ、うん、社員は新入社員は新入社員、部長は部長なり、うんね、役員は役員なりに考えてそれを目標にして、まあ紙に書いて毎日見るということでですね、まあ、これも結論みたいなもんですけど、ハーバード大学でねこれ調査してるんですけどね、はい、ハーバード出て、私はハーバードだから頑張るぞってね、何でも頑張ると10年頑張った人、はいね、B チームはね、例えばマスコミで頑張るとか、ね、金融で頑張る、住宅で頑張るって業種を決めて10年頑張った人、 C チームはそれを紙に書いて毎日自然にねチェックして行動に移すとね、頑張るぞなんていうのはまだダメなんですよ。歯磨くのにね、今日ね、ああ確かにそうですね、頑張ろうって歯磨かないでもしれないでそのレベルなんですよ、ね、そのレベルになって10年間頑張ったチームを C チーム、 A チームをね、まあまあ10年だから分かりやすく言ってね、人生10の成果で出すでしょ、はい、で業種を決めてね、はい、頑張ってっていうか10年やったら20なんですよ。だから若いうちにこうあまりね職変えたりフラフラ動いたらダメだってこと一つある、うんうんうん、問題はその自分で決めた、社長がやったらダメですよ、自分は社長は社長の自分のこと決めないといけないんだけどね、自分の決めたのを目標を紙に書いて毎日歯を磨くとがごとく自然体で10年間やったら10、20、何歩成果出たってことですか？50、うん、いいとこだけど10、20、やっぱりそうですね、100なんだよ。 100 なんですか？ 100、 同じね能力、同じ法律、同じ時代、同じ環境ですよ、教育も全部同じ以上。これなぜ違うかっていうとね、成功哲学、これもいろいろあるんですね、成功哲学と大脳整理学、いわゆる潜在意識的なね、大脳整理学と、それともう一つ行動科学、これはもう理論背景ちゃんとあるんですよ。それを私は昭和48年に作ったんですからね、すごいですねその代わり国打ったことないんですけどねまさかのまさかの土屋本場そうです。これ本当にすごいことなんで、まあ、それをね、まあ、呼ぶんですけどね、私も60でね、まあ、社長を第三者に譲って、はい、で息子がね、まあ、長男一人でね会社に来て68の時ですかね、まあ、うちの会社入れてね、で、まあ、31歳、まあ、年離れてるわけでね、でまあ任せて最初2年ぐらいは一緒にやったんですけどね、一生懸命こっちがさっきの間に力入るとね、会社の方針じゃなくてこんなこと言ったら怒られるんじゃないかねちょっとして親子喧嘩になるんですよ、はい、ね、それでね、まあそろそろね、もう任したんだからということでね、うん、今の事務所にね老人ホームって言ってたっけ移ってですね、まあ一人寂しくね今やってるんですけどね、それでね私のお師匠さんいっぱいいるんですけどね、あるね先生がね、任せたらね、言いたいことあるだろうし、世間ではね創業者だからねお前何やってんだっている言われるけど、我慢して口出しするなとね、任したって言いながらね陰でワンワン言ったりなんかしたらね、まあ、やってられないって任された方がね、ということで
でその時言われた言葉がね、まあ、これも適切かどうかしら、おもちゃ作れって言うんですね。おもちゃ、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 はい、いろんなおもちゃあるけどね、あんまり世間的に問題に起きるおもちゃ作ったら問題だからねだからね、それで私がね昭和48年に志した時に作ったプログラムがね、まあ今の渋沢栄一のおかげですよ。一万円札ね、ロングとソロバンね、ソロバンは今のね経済システム全部ソロバンですから。そうです ね、はい。だけど今度やっぱりね、論語ということがね大事で、生き方ですね。それでね、私はもう会社のことも全然ねもうやってる暇なくなって任せて、でこれからの筋木を、まあ、財団作って、今も九州からあのそれ中国、広島県から大阪、東京から仲間ずいぶんいますからね、私がやらなくても、まあ、引き継いでもらうためにね、もうこれもちょっと自己宣伝っていうか自己満足する。私稲森さんの清和塾で全国優勝してるんですね、平成7年にね。そうなんですか、うん、そう全国ね。で稲森さんね結局去年全部やめたんですよ、はい、清和塾今3万社入ってたね。結局ボランティアだったら長続きしないんだよね。稲森さんのことを引き継ぎたい人はいっぱいいるんだけど、稲森さんから見たらね任せれないわけですね。だから一人でボランティアで一台でやってるっていうことであれば、それはその限りで終わっちゃうわけですよ、うん。でまあ、スリーケムはね、まあいいかどうかは、まあ、時代背景からねこれから良くなるだろうとは思ってますけど、どうなるか分かんないけども、私がボランティアでね今までみたいにやってたら、私がねもうボケてきてますからね、もうそんなにね続かないと、まあそれも終わるのもいいけども、まあもしね引き継ぎたい人とかね、これに賛同してくれる人がね、まあ、仲間が引き継いでくれればそれぞれやってもらいたいということで社団法人にしたわけですよ。株式会社にしてね、また土屋なんか今それまた金儲けすんなっていう言われても困るし、まあ、そんなことでね社団法人を後継に引き継ぐためにね、まあ、形を作ったということですよね。いや私あのこの 3KM のこれを拝見してですね、仕事一生懸命やって、ね、自分の体を壊しながら仕事してる友達なんか周りにいっぱいいたんですよ、ね、で結局壊れて仕事会社辞めて、ね、で見てるとですね、いやそれは本当に良かったのかな、まあ経験上ね、なんで OK なんですが、でもやっぱりあと私誰もが聞いたことある大手企業の次期社長だった方が肺がんで亡くなられた事例があってですね、奥様と話した時に別に出世なんてしてほしくなかったと、もう引退した後に、それは健康、命の大事、やっぱり2人でね過ごす時間が全然なかったので、過ごしたかったっていう話を聞いて、いやなんかこの仕事のあり方っていうのもね、どういうことかなって、お金持ちになりたいとか、ね、出世したいとかみんなあるんですけど、でもそこだけじゃないなっていうんですね、そこにこの土屋会長のこの取り組みっていうのはまさに特化してるものなのかなと思ってですね。私18の時ね高卒で世の中出てね、まあまああれだけど松下落ちてね、それでその落ちたからその後勉強し始めたんですよね。あれ受かってたらね今頃本当にね60で定年してね、もうボケてね本当に老人ホームだけに行ってると思うんですけどね。松下幸之助の PHP というね、はい、ことをまあ勉強するのと、それから次にね実は一部上場会社ですけどね、労働組合の職種だったんですよ、まあ、支部ですけどね。でちょうど安保闘争の時代ですよ、はい、ね、で経営者ほど悪者いないっていうことで戦ったんですけどね、まあ負けました。で当時はね私朝6時前に家出てね、夜ね11時12時に帰る、1日も休みなくて大体150時間の180時間残業してたんですよ。それでもね、まあ若さっていうか若さっていうかね、まあ元気、これは親のね命のおかげだと思いますけどね、まあ、自分が生きがいとか目標を持ってやればね、まあ、なんとか若いから続いたんですね。ですけどね当時ね本当にね私それでまあ飛び出していろんなことやって、まあ、フラフラしてた時にね、電通の鬼の10訓ってのがあったんですよ、ね、仕事とは自らやるべきで与えられるべきではないとかね、先手先手取ってね、まあ、忘れましたけどね。でそれをね私もやろうと思ったんだけど、労働組合的発想から言うとねちょっと問題かなと思ってね、変な言い方ですけどね、仏の六訓ってね、鬼の十訓だから仏の六訓って考えたと、仏の十訓だけど仏っていうとねなんかねあの世ってね、まあ、私は今就活あの勇気準備してますけどね、27の時だからねそれはちょっとまずいかなと思って、聖句への十訓っていうのをね作った。
でね、実はね、もうこれついね、昭和の頃はね、大体ご存知の3万人以上自殺者いたわけですからね、はい、でそのうちの3分の1以上はみんな経営者だとかね、いわゆる今言うねエリートが、うん、まあ、体を悪くしてね、はい、亡くなると。で私あのあれちょっと出てくる野口さんっていうね、あの経営者の、まあ、駆け込み寺ですか、というね、八尾機械、はい、その人とね一緒に講演して歩いたことあるんです。あ、私は成功で向こうは失敗、それをどうするかってね、あ、まあ、そういうことでね、まあ、時代が違うからね、まあ、今それをねどうのこうのっていうことないけど、要は問題はね、今までは仕事だけに生きがいを感じてたんですよ、うん、ね、全て時間、そうじゃなくて、これはあの倫理もそうかもしれませんけどね、孔子のね、いわゆる私の入った小学校、今でもね、今の二宮尊徳の銅像ね、はい、滝に沿ってね、はい、あれもご存知の、まあ、大学終身制か遅刻閉店かですよね。で終身というのは自分だから、まあ、学歴とかね、学校だとか知識だと必要な付き合いだと人間性だとかも言える、まあ、人間としてねレベルをどうするかってね修行する終身と、その次は成果なんね、命はね家族からですからね、うん、大臣だって3人子供作れたらこんなわけだよね、うん、でこれはね土屋法務ね、少子化で家建てる人いないから社員で3人全部家建て、あの子供産めなんて言えないわけだよね。これは家族の問題はね、個人個人のまあ家庭でねどうするか、自分の家庭でそれをしっかり家族命のね立てようがありますけどね。で成果で遅刻っていうのは、まあ2500年前の戦国時代ね、中国時代ですけど、我々今ねいわゆる経営ですからね、自分の経営をしっかり、まあね、社員は自分の役割の仕事をしっかり、それが終身成果遅刻なんですよ。そして初めて平天下でね、まあ、豊かな、ね、社会だとか社会貢献だとかね、まあ、そういうことになるわけ で、それをね結局今までは仕事だけ、戦後何にもない嫌気のある、私なんか小学校まで白いご飯って知らないで育ってるんだからね、だから喧嘩だったりして、まあそうですよね、麦とね芋とねはでトウキビで育ってるんだけどね、まあ、そういうね時代からね、今は自由時間だから、やっぱりその今言う個人の人生を大事にする、家族の幸せも考える、そして会社での役割も果たして、それが最終的に世の中のね発展貢献になるということでね、まあ、実はこれ18分野が人生の目標値があるんですよ、はい、でね一つ今までね、これちょっと言っていいかどうか、電波で出してねいいのかどうかわからないけど、経営でね戦後焼け野原で何もないとこも経営者頑張ったわけですよ。でね、でまあそんなそのね、個人のことだとか趣味のことだとか健康関係ないとなぜ金儲けだって言ってね、これは私の偏見と独断だけど、世界的な経営者ねなってね、最後の姿がどうかどうなったかってね、ゴーンさんですよ。そうです ね、これが資本主義の、ね、問題点なんね、だから渋沢栄一はね、論語っていうのが大事だよ、論語とそろばん。で私がやってるのは、これからやるのはね、今まではね土屋法務としてはまあそろばんやってきたわけですよ、いろいろ苦労ね苦労してる、だけどこれから私もね定年したから、そろばんばっかりやってると社員もまたねうるさいの何言ってんだってことになるから、論語なんですね生き方で。それがね、まあ科目だけ言うとね、個人はねまず社会人として友達付き合いとかね、健康とかね、住まいとかね、それから、うん、あ、心が一番難しいね、これどうするか心ね、まあ、それから趣味とか教養とかね、それから自己啓発とか将来の、ね、目標、それはまあ6分野なんですよ。それから家庭ではね、やっぱり命のもとは倫理でもいつも言いますけどね、先祖とか親ね、それから配偶者結婚してればね、それから家族全員、それから子供一人一人ね、それからまあ兄弟親戚ね、そういう人たちとの付き合いをどうするかと。それから会社ではね、当然その自分の我が社の、ね、目的使命は何かと。で当然業績だと、それから基本動作、人間として挨拶、報告、連絡、そのために、それから専門分野ね、業種、ないしはその中のね営業とか、まあね、経理だとか云々ね、それからまた当然社員は収入で出会うわけですよ。ですけど収入で出会っただけではね、ちょっといい給料に移りますしね、ダメなんですね、うん、だから人生の出会いにしないとね、それからまあ趣味とか地位とかね、まあ熟練だとかいうことでね、これもちょっとオーバートークだけどね、
去年ねうちで20人グループで採用したかった新卒ね、はい、でまあ大体少しね、いわゆる内定辞退率問題になってますでしょ、はい、で人事部長役員がねまあ倍ぐらい申し込んどいた方がいいんじゃないか、内定した方がいいんじゃないかと。私偶然何も人事やったことないですか、分かんない。で東京でばったり会ったんですよね、うん、でどうするんだって聞いたらね、いや会長言ったらね悪いけどね、土屋ホームって聞いたことないよって、みんな大学の教授にね馬鹿にされるとね。だけどねあるね先生がね、あれ土屋ホームってどっかで聞いたことない、あ月の板作ってるんですって言われたって言うんで、ジャンプジャンプはね、ジャンプの選手ですかって言わないんだよね、板作ってるんですかって言われたって、まあ、そんな雑談しながらね、いやそれじゃね、まあ無借金だとか現世大首相だとかね、まあ大学学校あるとかって言ってね、それ大学の先生分かんないしね、そんなね、あなたの大事な学生がねこの将来といえどもね、うん、あなたの人生家族ね、そういう今18分野の目標をね自分なりに人生構築してね、本当に充実した人生を送れる仕組みがあるからね、ぜひね、まあ仕事はどこ行ってもね似たようなことはあるかもしれないしね、それ三井ホーム、土屋ホームね、ブランドもかなわないかもしれないけど、ということでね、この人35人内定して、半分超えばいいと思ったのが一人もかけないで35人入るってことだろさ、そしたら15人首すらけにならないんだよね。あの学生がね内定もらってね会社をね辞退するのはこれ問題ないの。だけど会社が内定出した人をね今更首にするわけにいかない。そうですよ ね。それで35人全部入ってすごい。それはねこれから人生なんですよ、ね、社員の人生学生の人生をねどうするかってことを、ただ経営のね、まあ、目標はもろんあるんですけどね、それじゃなくて自分の人生だとかね、人生の家族の問題とかそういうことをね自らね構築する、まあ、ことができる仕組みというか会社ね、でこれが今全国九州からねさっき言ったね全国にダーッと広げるというホラーを吹きながらやってるわけです。いやこれあの正式名称は一般社団法人 3KM、障害幸福設計のね実践協会ってね、私が一人で去年11月に法人登記したんですね、社団法人ね、はい、だから今理事5人いるんですよ。でいろいろ話したらね、やっぱりね、まあこれよく言われますけどね、知識はみんな持ってるんですよ、はい、こんなこと言ったらね私もまた怒られるけどね、知識でねクイズ番組でね優勝するんなら知識あった方がいいけどね、はい、実際に人生をね渡っていくっていうかね、やるためにはね知識じゃないんですよ、実践ね。だから私ね本当にね火災の話を聞いてね、あれうちの部長ね小橋料理なんて新入社員だからね、そうですよ ね、チャンピオンですよ ね、チャンピオンでしょ、うちの新入社員がね少なくてもね自己満足オーナー創業者だと思ってるのにね、全然相手も向こうは世界一でしょ、よしと俺だってってねまた変な気持ち出してねさすがですさすがですそれでね火災の話を聞いてね教わったよね、こうやって感じ、おいでね大倉さんと行きましたよ、下も見れないからね、研修受けてるんだよ話は、これが人生なんですよ、ね、だからね、まあ、学校の先生とかさ、ね、この先生を教育する人はね別に自分しなくてもね、まあ、いいかもしれない、やっぱりね社会人というかね経済人はね実践ですからね、理論やってたと、ね、だから私のね、まあ、これもホラーですけどね、あんまり言うとね月夜の夜ばっかりでないと怒られるからないですけどね一応ねゼロからやって借金なくてね自己資本率、まあ、50何パーセント60パーセントでね手形なしでしょ、それで2社上場でしょ、うん、それと、まあ、なんかプログラムをね作ってやってる人はね優秀な経営者がいっぱいいますよ、ニトリさんでも大谷さんでも私もね仲間だけどね私よりよっぽどすごいのいるね、コンサルタントもね、うん、いっぱいいるね、うん、だけど両方やってるね二刀流はいないって言ってるんですよ、うん、なるほどねだからちょっと宣伝すぎるけどね、まあ、そんなことでね、まあ、私の方はまあそういうことで このねこれから全社員大げさにいればね日本の国民運動に倫理でも仏教でも宗教でもそれ何も変える必要ない、それその通りだ、ただそれをね自分の人生に落とし込んだ目標を作ってね、はい、で歯を磨くと同じように自然にやる、そしたらハーバードで10倍だって言ってるわけですから、うん、そういうことなんですよ、これ皆さんもぜひいやいやこれ実際にですね、社長あの
どうしたらいいんですか、これは。これね、この中にあるけどね、手帳がね、これが手帳でね、で、こう絵とかね、こう、まあ、やっぱり五感の中で一番入るのは絵ですよね、それで絵で見るのと、それからまあ1年後、3年後、10年後って自分で目標設定するんですけどもね、すごいみっちり書き込むんですよ ね、で、後ろの方にもね、いろいろあるんですけどね、で、これが手帳と、すべてはこれ手帳に落とし込んで、毎日ね、見ないとなんですね。で、手帳にして、そして私のね、セミナーがね、これ8時間セミナーなんですよ。手帳の最終的には作り方みたいなものですけどね、でそれがね、年に5、6回8時間あるんですよ、でそれを何回、まあ、大体ね、年末11月12月にね、来年度のまあ人生を考えるということで、まあ8時間、まあ、4時間で1週間宿題自分で書かないからね、作らない、で1週間後ぐらいにもう4時間8時間のセミナーなんですけどね、それをだいたい1回受けて、で1月か2月にスタートした時にもう一度ね、ちょっと完成修正するなり完成させて、最低年2回のセミナーを受けて、だいたい3年、だいたいだから6回ぐらいセミナーを受けるとね、だいたい今なんとかなんですよね。でそれをね、月ワンコイン500円、6000円でできるの。あ、6000円たら1回じゃなくて年間なんですか。1年間手帳、これは社長職とのことはちょっと別ですけど、ですよね、これだから、これね、月ワンコインですか。月ワンコインで、私のホラを何回か聞けるホラ聞きたい。あ、そう、でこれがね、これ月ね500円で、年間6000円、それは手帳とね、セミナーを何回受けてもね、いいという。それであとね、会社でね、まあ社員教育やりたいとか、社長がね自らちょっと勉強したいっていう人にはね、その8時間のテープをねビデオにしたのがあるんです。法人会員ですね。でこれがね、80分の講座を4本で、まあ、320時間、まあ、5時間6時間ですか、それに朝礼だとか会議の前後に使われた7分が12分でね、16本ビデオで、これがまあ全部で8時間ぐらいですか、それを全部込みでね、まあ、一応10万円なんですね。でそれをまあ買ってもらってる方は、自分が行くのはもう私のセミナーまたね同じような形ですけど、ただ社員がね何にも行きたいという場合は、手帳全員最終的に手帳にしないとダメなんですね、自分のね。この手帳を社長がチェックしたらダメなんですよ。なるほど、ね、出てない、これダメ、だからね、3年経ったら土屋もやめようかと思って目標設定してるかもしれない。そうですよ ね、それは社員がね、会社を辞めるっていうのは労働組合出身、社員が社長をクビにしただけなんですよ。なるほど、単純にそういうこと。なるほど、社員のね期待を裏切る。ただね、うちの場合はいいわけ、会長行くても部長がダメだから辞めるそういう意味で組織もね、いろいろありますけどね。だからね、社員教育じゃなくて社長教育っていうかね、自分教育でね、社員にクビにならないような経営者にならないためなんですよ、これが、一番、まあ普通ね、全部社員がダメだとかあれだとか言ってもそれ全然逆、社員に見放されてるから辞めるんですよ、ということでね、まあだいぶ抵抗感のある話なんで、いやいや、とてもしみる話でこれって経営者とかだけの話じゃなくて、ずっと最初から聞いてた時に、やっぱりこう未来を作っていくのって子どもたちじゃないですか、でも今の子どもたちっていうのは、例えばこう指示をされればできるけれども、自由な時間を与えられて、ゲームを取り上げられると何をしていいかわからない。それはもともとはやっぱり親が自分で考えて自由な時間を使うことができないから、やっぱりここで経営者だけじゃなくて、さまざまな方たちが会長のもとで学ばれることによって、一番最初の社会の組織である家族の子どもたちにそれを見せていくことで、また未来の子どもたちがそういうふうに育っていくのかなっていう。でこれ私 ね、大学やなんかでもだいぶやってるんですけどね、本当の子どものね、まあ、6分野ってあるんですよ。例えばね、これも一つは勉強と、ね、それから宿題、2つ目宿題、それから3つ目はクラブ活動、4つ目はお手伝いなんですよね、それから、5つ目はね、友達付き合いね、で6つ目は遊びなんですよね。でこの6分野をね、小学校の時からね自分なりに考えるということなんです、
やっぱりね、それがないとね、本当ね、スマホしかできないとかね、そうですね、とかね、もうそういうふうになっていくんですよね。ただね、かっこいいこと言ってるのに、これは全部私の苦難、不苦悶、私の反省から全て生まれてきてるプログラムですから、理論じゃないからね。はい、うん、だから結果が出るっていうかね、やっぱり実践していくべき ね、やっぱりより多くの方たちに、あのこのね、学んでいただきたい内容ではありますよね。だからさっき話した同じ年の娘がね、そうなんですよね、障害者なんです、そうなんです、はい、それで土屋も独立したわけですからね、はい、だからね、まあ、苦労はしてんですよ、それなりに。そこから編み出されたものっていうのがやっぱりね、たくさん、そうですね、うん、あのこれあれですか、ホームページからも申し込めるんですか。あのね、ホームページね、なんか私もちょっと申し込めるはずなんですけどね、ちょっとね、はい、土屋ホールディング CSR 社会貢献にね、公益財団法人一つあるんでね、これは一般社団法人、一般社団法人ね、公益財団法人ね、それとあとはスキープかな、でいずれにしても土屋ホールディングの CSR に行くとですね、それからこの 3KM 講座っていうのがありますので、そうですか、 3KM ソング講座、そこにからは申し込めます。でまたこれなんかもね、このファックスでもそうですね、ですから、まあ、とりあえずね、自分であれするってことは、まあ様子見ようかって言えば月5000円や500円で、年間6000円でね、そう、まあ、受けられる。でただ手帳は毎年ね変えないとなりませんからね、はい、でこのまあいろいろあるんですけどね、やっぱりそのまあ、私自身がアナログですけどね、実際にねこう手で書いて目で見てね、こう耳でこうねっていうことしないと潜在意識入らないんです ね、だからね、これ一応 ね活字にね、あの自分で書いてもらうと、すごいびっしり、ね、びっしりですね。で目標がこう、はい、達成しますでしょ、一つのね、ね、まあ、例えば若い人だったらね、まあ、彼女を見つけるとかってね、彼女を見つけたらまたまた別な彼女を見つけるのもいいかもしれないけど、それじゃもっと問題がそうですね、さらっと翌年はね結婚するとかね、うん、はい、結婚したら子供をねどうするとかね、そういうふうに毎年その人の自分の状況に応じてね、はいはい、目標を修正していくわけですよ、ね、でそういうことで毎年やると、でそういうプログラムね、これは本当九州から始まってね、だいぶあちこちでやってるんですよ。だってブロック見ると全国にブロックありますからね、いやぜひこれあの興味のある方はですね、はい、ツヤホールディングスの CSR のところから、申し込みできるみたいですので、で最後に社会長、もう今後は私はこういくっていうなんかビジョンみたいなものがあればですね、お聞かせいただいて、いやこれを今ねどこまでね達成する、はい、で私、まあ、今79、今年ね誕生来て満79、まあさっきのあれ見るとね80歳ねなるわけです、数えね、で平均健康年齢82ですからね、まあ、あと 2、3年、私が 2、3 年の間に一切タッチしなくてもね、全国に広がる、これ全国ちょっとホラーだけど目標だけどね、今土屋本も一切私役員多分出てませんからね、それでまあなんとかなってる、ですからこれもあと3年の間にね私がやらなくてもなんとかなると。で私は親父が85、父ね、でおふくろが93だったんですね、まあみんなもお送りしてますけどね、で、足して2で割れね、まあ、89ね、まあ私あんまりよく分かんないけど、あの家行った時に親父に「お前何やってきたんだ」って言われるからね、ちゃんと命使ってきたかって言われるから、89だからプラスしてね、90、はい、90までねなんとかねして、まあ親からもらった命をね完全燃焼か分かりませんけども、まあ、頑張ってということで、一応人生設計は90となった。だからあとね、まあ、10年あるかないかですからね。そうですね、あの家に10年ぐらいね、介護だとかね、まあ、社交住だとかね、老人ホームでお世話になるとかっていうことでね、まあ、これも家出してもいろいろあるんですけどね、10年間はね、この世に生まれたら人間っていうのは10年間親に世話になるんですよね、小学生、はい、あの世行くのもね世間に10年お世話になるんですよ。なるほど、最初と最後ですね、最初ですよね。でまあ、これも余分ですけどね、20歳からね60まで働いたとしますでしょ、だけどね60まで40年働いてね、今100まで行くとあと40年なんですよ、働いた分全部残しておかないとダメなんですよ、そんなことできないね、税金にしようが年金にしようがへそくり多少つろうね、うんうん、だからね60のって言うんですよ、ただ若い人にね60まで働、80まで働けなんて嫌がりますからね、60で1回ね、まあ、55で、まあ、会社ね
まあ休むかやめて、毎日が日曜日で半年ぐらい好きなことやらしてやって、そしたらね、部下が欲しくなるとか、上司にたまにね会いたいとか、友達それでまた入って、これもあれですけどね、80まで働かないと絶対成り立たなくなるんですよ。これダボス会議でも前に出てるんですけどね。で、まあ20歳から60年働いて80まで働くと、だから60年働くわけですから、であと20年はね3分の1だから、これは年金とね税金と運のでなんとかなるということでね、もう私80ですからね、言ったからには80まで働いてるわけですよ。まだ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 働いてる。でも本当にこれはあの日本の更新のですね育成の大事なツールになるんじゃないかなと思うので、これからますますですね、坂井さん、精力的に、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。記念しております。これはね、私が活躍で、皆さんがよろしく頑張って。そうですね。まあ、我々ももっともっと頑張らないといけない。いや、本当にあの、またですね、はい、ぜひ坂井さん、はい、こちらにお越しください。いやいや、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、どうもすいません。はい、以上、今日の特集でした。さすが土屋会長でしたね。いやー、もうもっと聞きたかったです。いやー、ちょっとね、はい、もうちょっとまたね、はい、出ていただく機会をね増やして、はい、いやでもやっぱり今後の未来には必要な、ね、考え方だったりとか、うん、そういう内容ですよね。私の友達もですね、うん、土屋ホームにいた時期があってですね、はい、英才教育みたいな、その社長直々のプログラムみたいなのあったっていうので、はい、やっぱそれがすごく良かったって言ってたので、まあ、本当は社員教育とかね、そういうことだけじゃなくて生き方改革ということですね、はい、そうですね、はい、またぜひね登場していただきたいなと思います、はい。最後にですね、私のちょっと友人の会社、ほのかっていう温泉のグループがあるんですけども、うん、ここがですね、ホテルも、まあ、そっちがもともとメインだったんですけども、ホテルノルテというビジネスホテルがあるんですけども、ここがですね、実は今こういう時期ですので、月曜日から木曜日まで4連泊でですね、8000円という、これシングルルームなんですけど、4連泊8000円、はい、これ消費税込みなんです。おお、すごい、はい、これ4連泊で8000円、まあ、1泊2000円ですね、はい、これで今キャンペーンを4月30日までやってるんですけども、実はですね、昨日泊まってきました。お、はい、はい、先陣切ってですね、月曜日私が担当しまして、今日また別な仲間が泊まって、木曜日まで泊まるんですけども、朝ごはんついてるんですよ。朝ごはん、はい、2000円ですね。2000円で、はい、税込みで2000円、まあ、1泊2000円扱いなんですけど、部屋も綺麗ですしね、はい、フロントとかも綺麗ですし、全て設備っていうんですか、コインランドリーだったり Wi-Fi だったりで、コーヒーも無料ですしね、で2000円で泊まれるんですよ。でも公共の乗り物とか地下鉄の近くとかで、昨日泊まったところは、ね、中島公園という地下鉄の南北線のですね、はい、駅のすぐそばですから、そこにですね、泊まってきた。あと北大の前にも、北海道大学の前にも乗る手2ってあるんですけども、でツインルームでもですね15,000円ということでですね、うん、大変お得な4連泊ステイプランっていうのをですね今やってますので、ぜひですね、よければ、まあ、4月いっぱいですので一度泊まりに行ってもいいか、シェアしてもいいみたいですので、はい、ぜひご活用いただければと。でそのノルテもう一つはですね、これ客室露天風呂家族で作ろう小樽の思い出ということでですね、ノイシロスというホテルがあるんですけども、はい、ここもですね、卒業生1人とですね、あと兄弟1人が無料ということですね、それで1泊2食で 13,200円ということでですね、これやってます。で朝食だけだと 9,900円ということで、この前ですね、実は小樽のこのノイシロスも行ってきたんですけども、はい、最上階の展望台なんかもちょっと今はやってなかったので、あ、そうなんですね、バンジーさんとですねちょっと行ってきたんですけども、はい、バンジーさん、はい、また改めてですねここにはちょっとお邪魔していきたいと思いますけども、ぜひホテルのノルテとそれからノイシロスと今キャンペーンやってますので、うん、まあ、こういう時期ですので、ぜひ札幌在住の方もこぞってですね、そうですね、ご活用いただければなと思います。はい、はい、いいですか、今日は春の桜色の、あ、そうです、まあね、世の中がね今こういう状況になっているので、せめて見た目にお桜でね、ちょっと明るい気分になっていただけたらなと思って桜色をチョイスしてまいりました。なるほど、さすがでございます。ありがとうございます、はい、ということで、はい、はいはい、以上でいいですね、はい、はい、以上こちらチャンネル桜北海道でした。明日もどうぞご覧ください。ありがとうございました。